はい、今日2本目ですね。で、ちょっとこれね、色合わせがね、うまいこといかなくってね、見た目よりちょっと緑っぽく出てます今。手当てるとね、肌色ちょっと青めに寄っちゃってね、でいろいろ調整はしたんですけどね、ちょっとスマホの限界でね、これ以上ちょっと綺麗に色合わせられないという感じでね、これね、綺麗なマルチカラーでね、非常に素晴らしいです。でちょっとこれ分かりづらいんですけどね、これ銀物ってね、これ4色かな、クワトロカラーになる感じで非常にいいです。であとね、まだちょっと葉っぱは1枚しか出てないんですけどね、普通はちょっとこのタイプは馬背っていうかね、波形が綺麗にまとまらないのがなる時があるんですけど、こう葉っぱがねこう馬背になっちゃってね、ちょっとファントムとかそうですね、パンダのファントムとかがちょっと馬背になりやすいんだけど、そういうのもちょっとなさそうなんで、これはちょっとね非常に綺麗なマルチカラーです。いいですね。あと下のやつもそうですけどね、下あでもねこれ下のやつはまだちょっとドリルがねやっと動き出して出だしたんで、ちょっとこれは評価まだ保留っていう感じでね、まあ、柄はすごいいいです。このままの感じでいってくれると非常に綺麗なマルチカラーでおすすめなんですけど、ただねちょっと葉っぱがね、ちょっと次の葉っぱがどう出るのかがね、わからないで、ちょっと何とも言えない感じですね。あとこれもね、これはまあうちだとバイカラーで出すんですけど、これはね結構見つけた時はね、まあ柄も良かったんですけどね、ただこれちょっと、これちょっとペンギンにならないかなと思ったら、やっぱならなかったですね。これ結構土持ってるんでね、まあ植えた時でももう30センチぐらいはあったんですけど、それでも全然ペンギンになることもなく、シュパーって綺麗に螺旋出てるんで、これはすごいいいですね。僕基本的にね、柄とか波形とあとプラスね、栽培会でもね、こうなんていうかペンギンにならないとかね、あとは波形がすごいこうおまぜにならないとか、こう波打たない、わし場にならないっていうのは僕の中ではすごい評価があった、ウェイト高いんですけどね、その中でもこれはね結構非常にお気に入りですね。ちょっとバイカラー、まあよく見たらね3色なんですけどね、まあ一応うちで出すときはバイカラーで出すんですけど、これはね結構おすすめです。で最後にね、ちょっとあんまりちょっとね一般を経営しないんですけど、まあ僕がこういうのが好きなんだなっていうやつでね、ちょっとこれうまいことピントが合わないんですけどね、ピントが合わない上に綺麗に、これね丸、あこれだと綺麗に映るな、ちょっと手映っちゃうんですけどね、これマルチカラーなんですけど、ちょっと霜降りっぽくてね、非常に面白いやつです。まああまりこれはこれ一株しかなかったかな。でちょっとね残念なんですけど、これ葉っぱがね多分これ多分虫に食われたのかな、ドリルの時にバッタか何か食われちゃってわし場っていうかシワ場になっているんですけどね、でもこれもまあそれ引きずってなっているのかちょっと分かんないんですけど、まあこのままだとねちょっとあんまり評価高くはないんですけど、柄だけで見たらちょっとまあかなりマニア受けするマルチカラーだと思います。ちょっとね帳面潰れちゃって、いわゆる時間がかかる系の油おにまいになりそうなんですけどね、これなんかいいですね、こういう感じでね、緑もね結構綺麗な緑でね、非常に面白い。でよくよく考えたらね、この鉢全部そうですね、個人受けっていうか僕の好みで集めた寄せ植えのやつなんでね、
まあまあこれはまあまあ、ね、誰が見てもすごい綺麗なんですけど、あとはね、まあ、ちょっと結構こう個性っていうかうちの癖が出てる鉢だと思います、うん、ですね。というわけでね、今日はあの2鉢紹介しました。明日ね、明日は最後ちょっともう1株紹介します。明日の1株はすごいです。まあ本当にあこんなピクタンもあるんだっていう感じでね、本当に珍しいし綺麗だし素晴らしいピクタンも紹介できると思います。というわけで明日の、更新も、お待ちになってください。というわけでね、ちょっと今日2本に分けちゃったんですけどね、まあ見ていただけると幸いです。まあちょっとこれね、ごめんなさい、本当に色がねちょっとかなり青っぽく寄っちゃってるんでね、実際はもうちょっと白っぽいです。ね、白っぽいというか黄緑っていうかね、明るい感じの緑で こんなに青くないです、ね、これはねでもこんな感じかな、これは見た目合ってる、ほぼ合ってるかな、もうちょっと白っぽいんですけどね。というわけでね、本日のアズフ通信でした。ご視聴ありがとうございます。